ここにあったドラゴンボールは？ギリリリリリ、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこ？どこよ。探し物はこれではないのかな。下がってろ。父さん、スーパーサイヤ人4になった父さんです。俺の故郷惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。今度は地球か。ふざけるな。俺が憎いか。だがその俺を誕生させたのは誰？お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーに溜まっていた。そしてマイナスエネルギーが俺たち邪悪竜を生み出した。ドラゴンボールに助けてもらったくせに勝手なことを言うな。諦めがついたか。お前では俺に勝てないと。貴様に言われなくても初めから分かってたさ。俺一人じゃこれっぽっちも勝ち目がないことはな。なんだと？サンキュー、ベジータ。待たせたな、孫悟空。待て、カカロット。3人でかかっても奴には勝てん。ん？でもよ、俺もスーパーサイヤ人4になり、お前と互角になった。だったらあの技が使えるはずだろう。お前からそれを言い出してくれるなんてよ。逆流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。最高だぜ、ベジータ。ベジー！フュージョン！はっ！お前は何者だ？俺か？俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。ゴジータだ。父さんと悟空さんがフュージョンした究極の戦士の誕生です。逆流の恨みをたっぷりと詰めたパワーボールだ。目撃！父信じらんねえ。おめえ本当にすげえな。